ハーマン・リベラディアスは、プエルトリコ出身の元プロ野球選手。1989年に近鉄バファローズに所属した。ホセラザロダカから1983年に、ロサンゼルス・ドジャースに入団。同年、メジャーデビュー。1985年、ヒューストン・アストロズに移籍。1989年シーズン開幕直後の4月12日に、近鉄バファローズに入団。 4番を期待された、新外国人のパッド・ドットソンが、大砲を欲しがっていた球団の思惑とは違い、アベレージヒッタータイプだったことに加え、レギュラーの三塁手を務めていた、金村義明が前年に追った骨折からの回復が、予想よりも長引いたため、三塁を守れる、外国人として、白羽の矢が立ったのがリベラであった。4月16日に、ドットソンと入れ替わりで、 出場選手登録するや、いきなり4番サードで、スタメンデビュー。シーズン中盤に、金村が復帰してからは一塁一種として起用された。シーズン終盤に、貴重な本塁打を放つなど4番打者として勝負、強さを発揮しリーグ優勝に貢献した。1989年10月5日、当時の近鉄球団のオーナーであった、佐伯勇が成去。 また同日の対オリックス戦に敗れた近鉄は、自力優勝が消滅し、チームの空気が沈んでいた。しかし、翌10月6日の対オリックス戦、延長10回、リベラはその重苦しい空気を振り払う、さよなら三乱本塁打を放ち、解消した。試合後に、このホームランを、妻とお腹の中のこと、昨日亡くなった、サイキオーナーに捧げるとコメントした。10月10日、 西武ライオンズとの直接対決3連戦の第1戦。西武、渡辺久信と近鉄、山崎慎太郎の行き詰まる投手戦は8回表のリベラのソロ本塁だが決勝点となり大事な初戦に勝利した10月12日の対西武ライオンズ戦。優勝争いを左右する重要な大一番で第2試合の1打席目に先制のタイムリーヒットを放ち。 2打席目には四打数連続本塁打を放っていた、ラルフ・ブライアントに続く二者連続となる本塁打を、レフトスタンドに叩き込み、西部の先発だった、高山育夫の交番、近鉄の勝利へとつながった。10月14日の対福岡大英ホークス戦。この日勝利すれば、近鉄の優勝が決定する試合となったが、5回裏に、ダメ押しとなる、ソロ本塁打を打ち、優勝を決定づけた。 その時リベラは手を叩きつつ、スタンドのファンに対して、満面の笑みを浮かべながら、いつも以上に大きなガッツポーズをしてみせた。藤井寺球場の近鉄ファンはこれで、いよいよ優勝を確信し、球場全体がお祭り騒ぎとなった。10月28日の巨人との日本シリーズ第6戦で4回、桑田タ美からソロ本ンルイを放った。しかし、 球団が新外国人との契約が決まり、次第解雇する方針を明かし、同年12月1日、ジムトレイバーの獲得が決まった同時にリベラとの契約を更新しなかったことが明らかにされた。ありがとうございます。